前回はグリーン水素の名前の意味と化石燃料フリーな未来への貢献を解説しました。グリーン水素を作るにはたくさんの再エネが必要です。グローバルサウスには強い風力や太陽光を持つ国々があり、低コストでグリーン水素を製造できます。アンモニアなどのグリーン水素派生物を輸出し、収益を得る試みも検討されています。グリーン水素派生物の国際貿易は急成長するという分析もあります。規模が何であれ、この取引を公正かつ持続可能にする道はあるでしょうか。世界7カ国で大規模なグリーン水素計画が練られており、当団体は各国の市民社会、労働組合、地域共同体、そして各種ステークホルダーと議論を重ねてきました。そこからは次の教訓を得ました。1、戦略的アプローチを取る。グリーン水素の開発は国全体の発展やエネルギー移行計画の一部となり、市民社会がしっかりと参与する必要があります。生産諸国はグリーン水素への国際需要を活用し、国内使用の再エネの成長を下支えできます。さらなる付加価値を確保し、生産国側の経済的、エネルギー的利益を保障するためには、スマートな産業戦略が必要です。また、水素の製造は生産国における化石燃料からの脱却を遅らせてしまってはいけません。2、地域共同体の権利を尊重する。十分な情報に基づく同意を事前に自発的に行う権利を守り、法的援助を提供すべきです。また、地域共同体の土地や水への権利を保障するための政策や明快な基準も必要です。乾燥した沿岸部では、脱塩処理済みの海水を使って水素を製造しつつ、人間の飲み水もしっかりと提供していくべきです。3、環境負荷を最小に抑える。脱塩処理をする際には、塩水を責任ある形で廃棄する必要があります。施設の設置に際しては、優れた空間計画と第三者による参加型影響評価をしっかり行い、土地使用をめぐる争いや環境劣化を防ぎましょう。また、グリーン水素は温室効果ガスでもあるため、水素の漏出を防ぐことも大切です。化石燃料よりも環境負荷がはるかに小さいとはいえ、資源や水の使用量を最小に抑えるためにも、グリーン水素はあくまでピンポイントに使うべきです。成り行きに任せるだけではうまくいきません。先進諸国と開発途上諸国が強固に連携し、厳格な基準を共有することで、グリーン水素派生物の公正かつ持続可能な取引が実現されます。市民社会も万人に利益が行き渡るように、水素産業の発展を監督し、その形成に寄与すべきです。詳しくは総合報告書をご一読ください。